懐かしい滋賀が写真や動画で蘇る懐かし賀。今回ご紹介するのは昭和初期から中期の南日佐小学校の写真です。まずは昭和9年に日佐尋常高等小学校として竣工された校舎の写真。木造の校舎に温かみを感じます。こちらは中休みにマラソンに取り組む子どもたちの写真。この時代から冬場の体力づくりとして恒例の行事だったのですね。お次は電信柱のアスレチックで遊ぶ子どもたちの写真。木製だった電信柱がコンクリート製に切り替わり、その余った廃材から作られたアスレチック。みんなとっても楽しそう。当時多くの学校でこのようなアスレチックが作られたようです。